こんにちは、ファステクです。詳細な製品説明の前に、ファステクイーサカット製品ラインアップを簡単に紹介します。こちらはイジサーボというブランドです。イジサーボはクローズドループステッピングシステム製品ラインアップです。そしてイジステップというブランドがあります。イジステップはオープンループマイクロステッピングシステム製品ラインアップです。最後にイジ IO ブランドはデジタル IO モジュール、アナログ IO モジュール、高速カウンターモジュールを含む IO モジュール製品ラインアップです。したがってファステクイーサカット製品ラインにはクローズドループステッピングシステムのイジサーボブランド、オープンループマイクロステッピングシステムのイジステップブランド、および IO モジュールのイジ IO ブランドがあります。各製品ブランドを一つずつ見ていきましょう。まずはイジサーボブランドです。イジサーボブランドには以下の5つの製品があります。標準タイプのクローズドループステッピングシステムであるイジサーボ2イーサカット、イジサーボ2イーサカット2トルクオフ機能対応タイプ、ミニドライブタイプのイジサーボ2イーサカットミニ、イジサーボ2イーサカット 4X4 軸駆動タイプ、そしてモーター、高分解能エンコーダ、ドライブ、イーサカットネットワークを組み合わせたオールインワンタイプのイジサーボ2イーサカットオールです。続いてイジステップブランド。イジステップブランドには以下の3製品があります。オープンループマイクロステッピングシステムの標準タイプであるイジステップ2イーサカット、ミニドライブタイプのイジステップ2イーサカットミニ、そして4軸駆動タイプのイジステップ2イーサカット 4X です。最後にイジ IO ブランド。イジ IO ブランドには次の4つの製品があります。イジ IO イーサカット DIO デジタル IO モジュール、アナログ入力モジュールイジ IO イーサカット AD、アナログ出力モジュールイジ IO イーサカット DA、そして高速カウンタモジュールであるイジ IO イーサカット CNT です。つまりファステクには合計12種類のイーサカット製品があります。さまざまな種類の製品があるため、ファステクはイーサカットのトータルソリューションを提供できます。12種類の製品の中からハイスピードカウンタモジュールイジ IO イーサカット CNT をご紹介します。まずはイジ IO イーサカット CNT の組み合わせモデル名について説明します。モデル名の例において、 IO は入出力モジュール、 EC はイーサカットネットワークを使用した製品を意味します。 CNT0 には高速カウンターにチャンネル対応、 E はイーコンコネクター適用を意味します。それではイジ IO イーサカット CNT 製品の特徴を確認してみましょう。まず、イジ IO イーサカット CNT は、イーサカットネットワークを使用した2チャネル高速カウンターモジュールです。イジ IO イーサカット CNT は、フリーラン、SM イベント、DC シンクイベントのすべてのイーサカット同期モードをサポートしているため、使用目的に応じて同期モードを選択できます。また、イジ IO イーサカット CNT は、位相差パルス入力方式、1パルス入力方式、2パルス入力方式をサポートしています。それぞれのパルス入力方法を詳しく説明します。まず、イジ IO イーサカット CNT がカウントできるパルス信号について説明します。パルス信号とは、設定した電圧を基準にハイレベル電圧とローレベル電圧を一周期として繰り返す信号です。イジ IO イーサカット CNT の場合、入力モードに応じてハイレベル電圧が 5V または 24V に設定され、ローレベル電圧が 0V に設定されます。1回のハイレベル出力と1回のローレベル出力の一周期を1パルスと言います。電圧がローレベルからハイレベルに変換される部分を立ち上がりエッジ、電圧がハイレベルからローレベルに変換される部分を立ち下がりエッジと言います。それでは位相差パルス入力が何なのか確認してみましょう。
EasyIO EtherCAT CNT は A 層入力と B 層入力でパルス入力をカウントします。3つのパルス入力方式はいずれも A 層入力と B 層入力を使用してパルス入力をカウントします。1つ目のパルス入力方式は位相差パルス入力です。位相差パルス入力とは周波数は同じだが位相が90度、つまり14サイクル異なる方形波の2つのパルス入力を意味します。 EasyIO EtherCAT CNT は位相差パルス入力を2定倍または4定倍にしてカウントできます。位相差パルス入力を4定倍にする場合は A 層、B 層信号の立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジからカウントを実行します。また位相差パルス入力を2定倍にする場合は A 層信号の立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジからカウントを実行し、 B 層信号がカウント方向を指示します。どちらの場合も A 層信号が B 層信号よりも先行する場合、つまり A 層の立ち上がりエッジが B 層の立ち上がりエッジより14周期先行する場合、カウンター値は増加します。またB 送信号が A 送信号よりも先行するとカウンター値は減少します。2番目のパルス入力方式は1パルス入力です。1パルス入力の場合は A 送信号の立ち上がりエッジからカウントを実行し、カウント方向は B 送信号によって指示されます。 B 送信号がハイレベルであればカウンター値は増加し、B 層信号がローレベルであればカウンター値は減少する。最後のパルス入力方式は2パルス入力です。2パルス入力の場合 A 層信号の立ち上がりエッジでカウンター値が増加し、 B 層信号の立ち上がりエッジでカウンター値が減少します。パルス入力方式を3種類から選択できます。さらに EasyIO EtherCAT CNT はラッチ、リセット、プリセット、パルスレート測定、比較出力機能を提供します。それぞれの機能について詳しく解説していきます。まずはカウンター値ラッチ機能です。ラッチ機能はラッチ信号入力時のカウンター値をラッチ時に保存します。ラッチ A、ラッチ B、または Z 層信号を入力することでラッチを実行できます。各信号のラッチ値を保存できます。したがって3つのカウンター値を同時に保存できます。2つ目はカウンター値リセット機能です。リセット信号が入力されるとカウンター値を0にリセットする機能です。リセットは EtherCAT 通信による PDO コマンド、外部リセット信号または Z 層信号により実行できます。3つ目の機能はカウンター値プリセット機能です。通信コマンドにより現在のカウンター値をあらかじめ設定したプリセット値に変更する機能です。4つ目の機能はパルスレート測定です。パルスレートとは単位時間内に繰り返し入力されるパルス信号の数です。パルス信号の数は信号の立ち上がりエッジに基づいてカウントされます。パルス数を計測する単位時間をタイムウィンドウといい、最大 65,535 ミリ秒まで設定可能です。例えば画面を見ると最初の時間ウィンドウには5つの立ち上がりエッジがあります。つまりパルス数は5です。次の時間ウィンドウには4つの立ち上がりエッジがあるためパルス数は4になります。次のセクションではこのロジックに従ってパルス数は5になります。またパルス数の測定値をタイムウィンドウ設定値で割ることによりパルス周波数を計算できます。最後の機能は比較出力です。カウンター値が比較基準値と一致したときに信号を出力する機能です。 EasyIO EtherCAT CNT は周期比較モードと逐次比較モードの2つの比較出力モードを提供します。まずは定期比較モードについて説明します。定期比較モードの場合、初回比較基準値と出力間隔を設定できます。最初の比較出力信号は、カウンター値が最初の比較基準値と一致したときに発生します。例えば、最初の比較基準値を100、
出力間隔を50に設定した場合、カウンター値が100の時に初めて出力信号が発生し、その後50件書くごとに出力信号が発生します。次に逐次比較モードについて説明します。逐次比較モードの場合、あらかじめ設定された60個の比較基準値に従って出力信号が発生します。例えば比較基準値を50、80、90、120、200に設定した場合、カウンター値と比較基準値が一致したときに比較出力信号が発生します。EasyIO EtherCAT CNT のカウンター入力回路はラインドライバ出力と NPN、PNP 型オープンコレクター出力の両方に対応しているため、特別な入力設定をすることなく様々な外部機器と接続することができます。DC5V ラインドライバー出力をサポートする外部デバイスの場合、図に示すように EasyIO EtherCAT CNT の DC5V 内部電源または外部 DC5V 電源を使用できます。また、DC24V NPN PNP タイプのオープンコレクタ出力外部機器の場合は、写真のように外付け抵抗なしで DC24V 外部電源を使用できます。また、EasyIO EtherCAT CNT は Econコネクタタイプをサポートしています。Econコネクタにより、PLC、センサ、エンコーダ、モーションコントローラー、デジタル IO モジュールなどの周辺 IO 機器を簡単に着脱できます。EasyIO EtherCAT CNT は、主要なイーサカットマスターと互換性があります。最後にイーサカットネットワークを利用した高速カウンタモジュールのデモ動画をご紹介します。このデモンストレーションで使用した製品名は以下の通りです。 EasyIO イーサカット CNT はエンコーダ値をカウントし HMI に値を表示します。カウントされたエンコーダー値とドライブからのモーターの実際の位置値が一致していることがわかります。また前述のラッチ機能も確認できます。これまで高速カウンタモジュール EasyIO EtherCAT CNT を紹介してきました。ファステクウェブサイト www.fastec-motions.com ではカタログ、マニュアル、図面などの製品関連資料をダウンロードしたり、デモンストレーションビデオやウェビナーを視聴したりできます。また YouTube でファステクと検索すると約100本以上のデモ動画やウェビナー動画がご覧いただけます。ご聴取ありがとうございました。